さあ、高橋水選手もね、しっかりとね、この D ツアーに取り組んでいて、これからね、楽しみな選手の一人ですよね。そして、野毛選手はね、昨日ね、仙台のジャパンでね、見た感じがしますけど、ものすごいハードスケジュールでやられてますよね。さあ、まずはミドルからですが、ミドルは距離に応じて先行後攻が決まりますので、ご了承のほどお願いします。さあ、野毛選手。なんかね、野毛選手、いい感じでね、最初100取ってきました。さあ、そして高清水蓮選手ですね。おっと、60絡んできてます。いきなり、今シーズンオープニングで180取ってきました、高清水選手。さあ、野木選手、こうサイドからね、狙ってきますね。おっと、100からの140。なかなかすごいペースで2人ゲームやってますね。さあ、この入りはまさしく PDC の入り方ですね。おっと、ここも100取ってきて。60絡んでますね。さあ、100取って221残り。2人ともいいペースでゲーム進めてます。さあ、261なのでね、ここは100取って上がり目出したいですね。161っていう数字が欲しい。これ、もう上がり目出ませんね。5取りに入った時点でね、上がり目が出ない。さあ、ここは、高清水選手が221残りですね。60取って161っていう数字にしたいですね。おっと、80取ってきて141から。121。うまいっすね、高清水選手。さあ、野毛選手は225なので、上がり目出すためには、あと165からですね。そして、145残り。で、ブルに行く。アウターに入れて120残りというナイスアレンジ。さあ、高清水選手、121残りですね。ここは20から行くんですかね。20から行っての101残りを17。そして、84残りを20に戻る。外して79残り。20ちゃんとね、抑えときたかったですね、ここね。ここに5にずれることによって、余分にね、1投かかりますんで。121残り。さあ、100残りをいいとこにつけた。さあ、60決めて、20ダブル決まらず。いや、野毛選手、いいですね。状態がすごく良さそうですね。なんかね、こう、野毛選手といえば、3年前のね、バレルメーカー対抗戦の意味合いも兼ねたプレミアリーグでね、大活躍しましたけどね。さあ、20取って59なのでアレンジまでですね、19に入れて40残りにしてきた、高清水選手。さあ、20残り、10ダブル。うちに入れて5ダブル。うまい。このね、5をね、20から10残りっていう流れなんですけどね、この5ダブルをね、1投目で決めてくるっていうのがね、案外5ダブルって嫌な数字で、それをしっかり1投目から決めてくるっていうのがね、見事。いや、高清水選手もなんか良くなってる感じしますね。っていうのが、なんか横ずれが多いイメージがあったんですよね、高清水選手って。でもしっかりと20ラインをね、がっちりキープできてますね。さあ、キープ。なんか野下選手もね、いい時の野下選手にだいぶ近づいてきてる感じしますね。125取って276残り。441なので、ここもしっかり60絡めてきます。そして361から、301まで。今ちょうどですね、PDC の、PDC の下部選手って言ってもレベル的にはすごいんですけど、ランキング上位じゃない選手の試合が行われてるんですけど、アベレージはね、なんかね、日本選手大差ない感じしますけどね。まあ特に野下選手とかね、いい感じですよね。さあ、60取って241残りと。さあ、231ですね。ここ20、19、ブルを絡める。入ってきた。171から151と、上がり目をしっかり出してきます。いよいよ高清水選手、いいですね。楽しみですね。さあ、野下選手241。これはね、60絡めていきたいところですけど、238から218。これで60絡まないといけない。上がり目出せず。やっぱりね、皆さん、やっぱこの上がり目っていうのがね、すごくね、この200前後のところでは、上がり目っていうのが大事になってきますね。いかに170にまずしっかりと合わせていくかっていうのがね、このスティールダーツでは大事ですよね。さあ、104から。104を9取り、3取りに入れて9取って95残り。198残りですね。サイドから20を19狙いましたね。トリプル入れてくる。移動してからね、96取って102残り。95残りは19からいくと思うんですけどね。7に入って88残り。88残りなのでね、やっぱりここは、16とかあるんですよね。88残りを16からいくか、もしくは20。20、ここもミスですね。そして83を17。17、シングルに入って66残りと。この辺ですよね。こう、フィニッシュ間際の枠にね、入れるか入れないかというのは大事なポイントでですね。さあ、82残りを14ブル。もう1本いくんですね。いや、これも全然ありなんですよ。PDC 選手はよくこう狙ったところをスタッキングさせてっていうことで。今仮に60トリプル入れば、20トリプル入れば、22残りになるんですよね。11。セオリー的にはね、ちょっと、違うんじゃないのってお思いかもしれませんけど、今の20いった理由っていうのは、刺さったダーツを利用してからのアレンジってことですね。高清水選手もこう安産だいぶ早くなってきましたね。これも D ツアーにこう出てて、徐々にこう慣れてきたんでしょうね。さあ、アレンジからの16ダブル。うまい。アレンジから16。やっぱ野下選手、すごいですね。